いわき戦で今季初ゴールを決めました中川選手です。よろしくお願いします。おめでとう、ありがとうございます。素晴らしいゴール、ありがとうございます。素晴らしい。ヘアスタイルも変わりました。髪も変わって何どうしたの、髪は、髪の色変えて。いやまあちょっと気合い入れようかなと思って。いや本当にね、去年分かりづらい多すぎて多すぎて町田、野村、中川とね、みんな同じ髪型でしたから、同じ髪型の色だし確かに体型も似てるし、プレイスタイルも結構似てるからさ、確かに確かに似てます。ほんとね、実況泣かせっていうか分かりづらいの。スパイクもさ、なんか違う色を履いときは分かるんだけど、なんかまた似たようなスパイク履くしさ確かにコンディション良さそうじゃない。でもコンディションはまあ今年はいいですね、だいぶ、はい、チームもいいですし、ああチームもいいから、まあ、チームのやりたいことがマッチしてるなと思います。去年はなんか個の力強かったんですけど、個だとやっぱ僕埋もれちゃうので、チームの中でっていうところでは得意なんで、まあ、そういった意味でもいいかなと思います。確かにね、中川選手本当チームのバランスすごい考えてるじゃん、はい、もうすごくなんていうポジショニングもいいし、なんか本当にバランスが悪いところを埋めてるような形でどんどんプレッシャーもいったりとか、落ち着かせるところはしっかり落ち着かせるとか、すごく賢い選手だなっていうの印象あるね俺は。ありがとうございます。いや俺初めてインタビューするからさ、だからそういう中川選手がどういう感じかなって分かんないんだけど、まあ、プレースタイルは本当に真面目な選手っていうイメージだね、わっていやプライベートは知りませんからね。プライベートは知らないから分かんない。プライベートもたまになんか聞くけどね、他の選手には。あ、本当ですか。どんなの聞きます。まあ、放送できます。放送できない。できないの絶対嘘や。逆に中川選手から見た大輝さんってどんなイメージだったんですか。いや、まあ、ムー君とか話聞いてるんで、で梅さんからも聞きますし、はい、あと、まあ、10年前から僕はね、してますので、はい、いろんな噂、それこそね、あの放送はできないですね。まあ、でも本当にチームの雰囲気ってすごくいいんじゃないですか。いいですね、うん、はい、まあ、僕らも感じてますし、また周りから見るのが一番思うのかなと思います。今チームでこう一番大切にされてることってどんな。どこなんですかね、まあ、一体感言ってますけど、まあ、チームのためとは言ってますけど、まあ、その中でも各々が、まあ、そう公言してるけれども、やっぱどっかで、うん、自分を出さなきゃいけないっていうのは多分それが結局チームのためにもあるので、なんだろう、本当チームのため、チームのため、仲間のためとは言いますけど、まあ、各々がコンディションを上げてプレーを良くしているのが今の要因かなと思いますけどね。深いね今のはね。そうだと思う。だからチームのためって言ってもやっぱり個人だから、やっぱりここはやっぱりねアピールしないと試合にも出れないし、やっぱり自分のね良さっていうのがあると思うんで、その辺はね、それが本当にうまくいい方向に行ってるなっていうのを感じるね。いわき FC 戦振り返って全体的にどうでしょう。どうですかね、まあ、前半はうまくいった形が多かったと思いますけど、やっぱ後半の頭、特に頭でしたけど、まあ、僕らやりたいことを相手が潰してきて、そこの対応力っていうところでこれから試されると思うので、まあ、まだ前半戦終わってないですけど、どん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 偵察されて、僕らのビルドアップをね、壊そうとしてくるチームがめちゃくちゃ出てくると思うので、そこを僕らが応用とか対応力っていうのは試されると思うので、そこはまあ突き詰めてやる必要あるなと思いました。でも前半はね、本当多分対策はしてたと思うんだけど、いわきも、でもそれ以上にビルドアップのところで大分がすごく良かったのよ。なかなかはめきれてなかったもんね。そうですね、まあ、僕らもやりやすかったです。そうだろう、あんだけ雨降ってたのが大きかったんじゃない。あ、大きかった。ピッチが濡れてたのが、それはめちゃめちゃでかかったです。すごく良くて、もう多分いわきも本当にもっと行きたかったと思うんだけど行けなかったの、正直。それぐらい大分が良かった。まあ、去年から4バックの相手っていうのは僕らすごい課題だったので、岩田と続き4バックで、まあ、大宮であんまり良くなかったので4バックで、でそこを課題出して、うちのスカウトというか分析班含めかなり対策を練ったので、それがまあいい形で岩田は乗り切れて、まあ、4バックでもまたちょっと違ういわき4バックなので、そこに対してどうやろうっていうのですごく話してたので、まあいい形は何回かできましたね。まあ、狙い通りってことね、スカウティング含めて前半は特に。そうですね、まあ、11年っていうよりも本当スカウトと、うん、まあ、本当紅白戦で去年僕もメンバーが多かったんですけど、紅白戦の相手となる選手が本当 100% でやってくれるので、いい循環はできているなと思いますね。だから出てる選手だけじゃなくて、みんなで勝ち取った勝利ってことですよね。まあ、それは間違いない、ね、だって本当出てないメンバーはいわきのシステムでやったりとか、相手の
やり方でやってくれるのよ。それがまたねチームとしてちゃんとできてるんだなっていう。正直悔しいですからね。いやそうなのよ、俺らの時なんかバチバチ削ってたからね。バチバチっすよね。もうだからわざと怪我さすんじゃなくてわざともう激しくいって、まあ自分をアピールしないといけないから、そういうのあったよな、ね、昔はな。今はだいぶ変わりましたね。変わった、うん、やっぱ全然違いますね本当。まあ、今年はチームのためってみんな言ってるからこそあるかもしれないですけど、でもその中でもやっぱ自分を出そうとか、まあ、梅さんもそうですけど、やろうとしてる選手、情勢もそうですけど、うん、自分のいいところを出して、で深夜もそうですけど、やっぱパッとで使われた時に結果残しますし、チームの力になると思うので、まあ、そういうのは大事かなと思いますね。なんかまだ2年目だよね、3年目大分ですか。2年目ですか。大分のことよく分かってるけどね、やっぱりなんかいろんなとこ見れるのかな。まあ、4チームですからね言って。あ、そうか、はい、湘南、湘南、柏、はい、京都、あ、そうか、置いてますからね。いろんな選手いましたね。今何歳になったんかな。29っすね。29に見えんな。何歳に見えます。落ち着いとるもんでも見た目はもうまだ若いよ、うん、でも考え方がやっぱりねちょっとすごいちゃんと考えてるっていうか、チームのこともあるけどやっぱり個人のとこも大事だよっていうのを考えながら。それは大事ですね、うん、コンディションを良くしていくためにはもちろんリフレッシュも大切だと思いますけど、オフの時っていうのはどういった過ごし方をされてるんですか。僕のインスタ見てくださいいや本当そうっすよねいや今ちょっとショックだったっすもん俺なんかもっとそこに乗ってないことを聞きたいわけですよ。いやもうほぼ 100% で乗っけてますからね僕ほぼほぼ乗っけてます。インスタやってないんで。え、あ、そうなんですよ、大木さんやってないんで。ああそういう人のためにも、はい、そういう人のためですか、はい、まずインスタ始めてくださいまずは時代なんで。でもね一番本当自然に触れ合える地域じゃないですか。今まで湘南とか、まあ、千葉京都ありましたけど、一番なんだろう緑が感じられる場所が多い。あ、自然が、はい、で車運転してても緑いっぱいあるし、今の季節はで桜も咲いてるし、それだけでリフレッシュできるけど、その目的地でやっぱ水だったり人だったりっていうのは触れて。サッカー選手ですかよく言われますねちなみに結婚何年目ですか。結婚何年目、10、うん、違う、それ間違ったらやばいよ。6年目ですね。はい、大丈夫、正解ですか。6年目ですおそらく6年目です、ね、6年目。奥さんの一番の好きなところは。好きなところ何ですかね、一番好きなところ、一番最初と変わらず僕が好きでいさせてくれるところかな。お、深いな、深いな深いかな。ずっと変わんないですね好きな感じは。あ、じゃあ好きのこのパーセンテージがずっとはい、マックスで、マックスのままですね。すごい。本当？いや本当っすテレビだからとかじゃなく、テレビ用じゃないよね。テレビ用ではないですねなんかね、いいですね、いいね、うん、かな、はい。一番好きな手料理は。手料理、うん、なんすかね。でもまあ一番好きな手料理、何が好きなんだろう。何が好きですか。俺は全部全部っすよね。好感度上げに来てるじゃないですか。何でも好き出されたものとか全部好きで間違いないっすね、うん、それは本当間違いない。それはもう栄養のことをね考えて、いやそうですよ、出してくれてるんだから、もう出されたものは何でも美味しい何でも美味しい。奥様の料理が中川選手のコンディションを保ってくれてるわけですから、うん、それは絶対だと思う、それは間違いないっすね。